パンダ様、お帰りなさいです。ステーキの準備ができてます。ご苦労ご苦労。あー、おいしい。さすが特上 A5 ランクの松阪牛。このワインも。なんかよくわかんないけどおいしい。抵抗ペンギン。記憶が売買されるとどうなるのか。パンダ。パンダ。パンダ。ああ、ペンギン。遊んでないで仕事しろ。何言ってんの。僕仕事の真っ最中だったんだよ。くだらない妄想で現実逃避するのがお前の仕事か。よし、ペンギンが仕事の邪魔をしてくるんですよ。仕事中に遊んでたから注意しただけだ。こら、なんてことをしてくれたんだペンギン。どうして俺が怒られるんだ。某機がな、記憶体験ビジネスを始めたんだ。記憶体験ビジネス？好きな記憶を自由に体験できるんだ。さっき僕は上級国民の記憶を楽しんでいたんだよ。僕が作ったんだよ。すごいでしょ。記憶作るって何？専用ヘッドギアを作るのにかなり会社の金を使ったかな。いいのかそれ。このビジネスが成功したら何の問題もない。えい。おい、何をするんだ。試しに僕が作った記憶を体験させてあげるよ。リスクはゼロだから安心して。お前のそのセリフが一番安心できない。どれがいいかな。そうだ、一番自信作の宇宙飛行士の記憶にしよう。パチンとな。あ、ここが宇宙。あ、地球だ。地球はやっぱり青いんだな。こんにちは。こんにちは。どうだった？めちゃくちゃ雑だな、お前の中の宇宙。リアリティのかけらもない。やはり作られた記憶では限界があるか。本当に記憶を体験するようなものでないと売れん。それじゃあもうあの手しかないですね、上司。そうだな。あの手？実際の記憶をもらうんだよ。作られた記憶じゃなくて本当に経験した記憶をね。それできるなら最初からやれば。早速近くのラーメン屋に買い取りに行こう。記憶をバイバイ。えい、ラーメン行っちゃおう。いらっしゃい。何にいたしましょう。記憶ください。いや、そんなとりあえずビールの感覚でもらえるものじゃ。はい、記憶いっちゃおう。いいのか。ジャージー、どうしたパンダ。ラーメン屋の店主の記憶、美味しいラーメンの作り方が売れに売れまくってます。本当か。はい、買ってくれたお客さんから美味しいラーメンが作れるようになりました。もうラーメン屋に行かなくてもいい。へい、ラーメン一丁と良好なレビューが。最後のやつどうしたの。いい傾向じゃないか。この調子でどんどん記憶を買い取っていくぞ。はい、繁盛繁盛。記憶体験ビジネス大成功じゃないか。有名人の記憶はかなり出費がかさむけど、その分高い値段で売れるからね。有名人か。どんな人の記憶を買い取ったりしたんだ。音楽界では剣士、スポーツ界は羽生、プロ棋士では藤井だよ。コネクションすごすぎだろ。あとは富裕層だったりホームレスの記憶とかも買い取ってるね。富裕層はわかるが、ホームレスの記憶を買うやつなんているのか。物好きもいるんだよ。他人の記憶を見すぎると何か引っかかるな。ん、ここのラーメン屋潰れたのか。ね、ここ潰れちゃったろ。美味しかったのに。店主がラーメンの作り方忘れちゃったらしいよ。な、何の騒ぎだ。不法侵入の現行犯で逮捕する。やめろ、俺は素だだぞ。本人になりきって素だの家に侵入するとかどうかしてるぜ。あの顔で素だじゃねえよな。これは。おい、パンダ女子。どうしたのペンギン。結束会でこの記憶売買は今すぐ廃止しろ。どうして。こんなに儲かっているのに。この記憶売買には2つの欠点がある。1つは記憶を抜き取られた本人の記憶が抹消されること。ラーメン屋の店主がラーメンを作れなくなって店が潰れたんだぞ。もし全ての記憶を売ってしまったら、何のことだかさっぱりわからんな。もう1つは他人の記憶を楽しみすぎると自分がその本人だと錯覚してしまうことだ。有名人や動物の記憶を見すぎた人が本人になりきってしまっているのを俺は見た。パンダも知っていたな、この欠点を。いや、こんな商売存在してはいけない。こんなヘッドギア破壊してやる。やめろー。たけし、たけし、また誰かの記憶を見ているのね。お願いだから他人の記憶ばかり見てないで、少しは自分を持ってちょうだい。たけしは他の誰でもない、私の息子のたけしなんだから。おいパンダ、遊んでないで仕事しろ。大事なお知らせ。
テイペンの公式グッズ第2弾が発売されるぞ。今回はキーホルダーだ。実は僕も思ってるんだよね。これをつけてから彼女はできるし、お金は増えるし、髪の毛はふさふさになるし、いいことしかない。怪しい宣伝文句を並べるのはやめろ。なんでまた俺らのはないんだ。そうですよ、ジョイさんはどうでもいいですけど、せめて自分のは出してください。グッズが売れたらお前らのも出るんじゃないか。おーし、画面の前のお前ら絶対買えよ。上司命令だ。絶対買ってくださいね。買わないと。必死だな。他のチャンネルもグッズを出してるみたいだぞ。詳しくは概要欄を見てくれ。買ってくれたらペチペチしてやる。ペチ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 。僕からはスパンスパン。ペンギン、死んだら天国行けると思う？わからないけど、お前だけは地獄行きだと思う。痛い。次回、社畜がエンマに裁かれるとどうなるのか。地獄の沙汰も金次第ですよ。急に誰。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。